たまにはお家で美味しいものでも食べようかな。よし、農家レストランたわわに電話しよう。この番組はふるさとに根ざし明日の鹿児島を作る JA 鹿児島県経済連グループの提供でお送りします。鹿児島市のたわわタウン谷山、この敷地内に農家レストランたわわはあります。鹿児島の旬の味や郷土料理を堪能できるこだわりのレストランです。それではテイクアウトメニューについて岡本料理長に伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日はリモートでのインタビューですがよろしくお願いしますね。早速ですがテイクアウトメニューってどんなメニューがあるんですか？はい、お野菜をふんだんに使いました。サラダ、炒め物、揚げ物など、丼物も揃えております。いろんなメニューがあるんですね。そのテイクアウトを始められた時期っていつ頃からなんですか？コロナウイルスが拡大したのをきっかけになりますけれども、以前からテイクアウトの要望は大変多くいただいておりましたので、これを機に展開する形になりました。人気のメニューですとかおすすめのメニューってありますか？はい、20品目のお野菜を使いました。新鮮タワーサラダや、まだ暑さが残りますから豚肉のネギ塩丼とか大変おすすめです。美味しそうですね。よし、じゃあテイクアウト注文しよっかな。どれにしようかな。まずはメニューの中から料理をチョイス。電話で予約をすると待ち時間を気にせずスムーズに。あとはお店で受け取るだけ。酢豚と炊き込みご飯を買ってきました。よし、食べるぞ。ではまず酢豚から。お肉がとっても柔らかくて、そして噛めば噛むほど脂の甘みと旨味がどんどん出てきて、そしてお野菜との相性もバッチリ、とっても美味しいです。続いてきのこの炊き込みご飯。きのこがたくさん入っていて食感と風味が楽しめて、そしてこのおこげの香ばしさがいいですね。秋を感じますね。他にもいろいろなメニューがあります。前日までに予約をすると11時半から受け取れます。ランチにもおすすめです。岡本料理長、とっても美味しかったです。ありがとうございます。店内ではですね、コロナ対策としまして、こまめなトング交換、消毒の徹底、マスク手袋の着用を実施しております。ぜひですね、ご来店の際にはマスク着用のご協力をよろしくお願いいたします。テイクアウト含め、ご利用お待ちしております。皆さんぜひ食べてください。ここで番組からのお知らせです。共通お食事券3000円分を5人の方にプレゼントします。はがきに必要事項を記入の上、ご覧の宛先までお送りください。また JA 鹿児島県経済連のホームページでも受け付けています。